高橋さん。はい。45話で、この時が義時に逆らってましたもん。そうなんです。あれどう思いましたかっていう話なんですが、はい、話の前後としての伏線としていろいろあるのかもしれませんけれども、この時逆らえる立場か、みたいなのもあるんですが、はい、問題は前も言ったんですが、実はこの時って意外にエリートなんですよ。北条の時政以降を継いだのは、帝としては、名越、名越とも言いますが、の、友時なんですよ、はい、だからある意味本流ですよね、うん、安時らよりそんなようなことも背景にあってドラマに出たんじゃないかという気もしています。今後が楽しみですね。今回の動画は以上です。